皆さん、こんにちは。私たちが将来を考えるときに、時々過去を振り返ることも、現状を分析することも、どちらも大切だと思います。幸いな出来事を思い出して感謝すること、過去の痛みや苦い経験を振り返ってそこから学ぶこと、あるいは 目の前にある問題とじっくり向き合うこと私たちが将来に目を向けて進んでいくためにはどれも大切だと思いますでもそれ以上に私たちにとって大切なものがありますそれは希望です希望があれば過去がどうであっても現状がどうであっても 私たちは前に向かって進んでいくことができるからです。旧約聖書には、何度も神様から離れ、深い挫折を味わい、気の遠くなるような長い期間、失望の中を歩んだイスラエルの民の歴史が刻まれています。しかし、そのようなイスラエルの民を神様は決して見放さず、 ご自身にに立ち帰るようにと呼びかけていました今からお読みする箇所は神様が預言者イザヤを通してイスラエルの民に語った希望の言葉ですこの時イスラエルの民は70年間バビロンの捕囚として暮らしていましたイザヤは失意の中に暮らしていた民に やがて彼らが補修から解放されて故郷に帰る日が来ると予言したんです。イザヤ書43章18節から21節をお読みします。先のことに心を止めるな。昔のことに目を止めるな。見よ、私は新しいことを行う。今、 それが芽生えている。あなた方はそれを知らないのか。必ず私は荒野に道を荒れ地に川を設ける。野の,の獣、ジャッカルやダチョウも私を崇める。私が荒野に水を荒れ地に川を流れさせ、私の民、私の選んだものに飲ませるからだ。 私のために私が形作ったこの民は私の栄誉を述べ伝える。神様はイスラエルのために過去にではなく、また現状にではなく、ご自身がこれからなさろうとしておられる将来の計画に目を留めるようにと強く促しておられます。新しい出発をするときに、 しばしば私たちの前に立ちはだかるいくつかの障害があります。失敗に対する恐れ、不安、現状に対する満足、あるいは諦め。イスラエルの民は何世代にもわたって失敗と挫折を繰り返してきました。バビロンの侵略によって故郷が廃墟となり、 遠く離れた異国の地で補修として生きている現実失望の中に暮らしていたそんなイスラエルの民に過去に目を向けていてはいけない私に立ち返って私の語る将来の約束に目を留めなさいと神様は語られたんです神様はイスラエルの民に単に将来に目を向けなさい と語られたのではなくこれからご自身がなさろうとしている新しいことに目を向けるようにと促されたんです神様が計画され約束されたことを神様ご自身が実現されると語られたんです神様のご計画はイスラエルの過去や現状には左右されませんでしたイスラエルの民は 間もなく故郷エルサレムに帰り荒れ果てたた国を復興すすることができたんできん神様がイスラエルの民に語られたこの希望の言葉は困難な時代に生きる私たちに対するメッセージでもあります新しいことをなさるのは約束を実現されるのは神様ご自身であって私たちではありません 神様は私たちのためにご自身にしかできないことをなさると約束されているんです。神様が願っておられるのは私たちが神様のパートナーとして神様のご計画の中に生きることです。もう一度19節をお読みします。見よ、私は新しいことを行う。 今それが芽生えている。今それが芽生えているとありますが、私はすでにそれを始めているという意味です。神様はそれはもうすでに起こり始めている。それがわからないのかと私たちに問いかけているんです。最後に21節をお読みします。 私のために私が形作ったこの民は私の栄誉を述べ伝える。これが神様が願っておられること希望の計画の目的です。私が形作ったこの民とはイスラエルの民だけではなくイエス・キリストを信じて神の民とされた すてての人々をも指しています私たちが創造主である神様に立ち返り神様を心から喜び礼拝するものとなることこの世界に神様の素晴らしさを伝えるものとなることそれが全ての人に対する神様の願いです希望の計画の中に生きるようにと神様は 私たちを皆さんを招いておられます皆さんの上に神様の平安が豊かにありますように